カボーズと座席の部屋へようこそ。本日の物はこれだ。スマートウォッチ MK66。 お前らがアマゾンのブラックフライデーにうつつを抜かしてる間に、アリエクの独身の非セールですごいものが売ってたぞ。なんとこのスマートウォッチ1667円だ。中身はこんな感じ。意外と質感良いぞ。ゴミっぽくないとネタとして面白くないんだが、とりあえずベルトを装着します。それでは電源を。段取りはよくあるスマートウォッチと同じです。スマホ側で使用するアプリは GLORYFITです。ノラアプリではないので安心しろ。ちょっと待て、普段使ってる2万円したやつより良いような気がしてきたぞ。普通にサクサク動きやがるし、まあ機能は腐ってる可能性があるのでちょこっと紹介していきます。まずは通知機能。着信は教えてくれるんだが、切る以外選択肢がない。そのくせこれから電話はかけられるし、内蔵されたマイクとスピーカーで通話ができる。謎しよう。メール、LINE の通知も当然来るんだが、タイトルしか表示されません。おまけに同じアドレスに何通か来ると件数しかわかりません。この仕様だと逆に気になってスマホが手から離せません。まあここは1667円、知らせてくれるだけでもよしとしておきます。意外なことに心拍が普通に測れてるようです。アクティビティは後で山に行ってみます。そして驚け、なんと血圧も測れるぞ。信じるか信じないかはあなた次第。さらに驚け、ゲームまで楽しめるぞ。アクティビティの種類はすごいぞ。羽子板から民族舞踊、果てはホバーボードまであるぞ。てなことで実際に使ってみます。一応山に登るので登山にセット、普段使ってる機レックスプロもセットしておきます。それでは登っていきましょう。真っ暗なのは気にするな。仕事終わりに爆走してきたが、日没の方が早かっただけです。一応途中経過を晒しときます。心拍は割と正確のようです。途中の展望デッキに到着。結構差が出てきましたが気にしないことにします。頂上が見えてきました。なんとか到着。最後きつすぎで、こんな感じ。とっとと下山します。無事到着。データを保存します。結果こんな感じ。高低差は無視のようです。登山に設定してもウォーキングデータとして記録されてしまいます。平地を48分歩きましたってデータです。まあ1667円なので許します。ちなみに T-Rex Pro はこんな感じ。さすがに2万円の価格差を感じます。心拍は比較的まともそうです。アクティビティは使わない。手形なら使えると思います。まあ1667円だ。大体のことは許してやってちょんまで。